はい、皆さんこんにちは。今日はですね、やっぱり皆様は、自分にとって人生最高の料理って何かなと、皆さん今日そういうテーマなんですけどね、やっぱりいろいろね、やっぱ自分にとって、人生最高の料理、僕は個人的にはあの皆さんもホヤをね、生で食べるっていうのが、大好きなんですけど、それはあの料理というよりは素材なんですけど、で、思い起こしてみると、僕もね、20代からヨーロッパに渡って、28歳まで、それから日本に帰ってきて、また今度は五大大陸、30代はモミクニフェアを打って、世界中の料理を食べてきましたし、一番ね、思い出にあるのはアフリカに行った時かな。アフリカって、アフリカの人たちってヤギを飼うのね、ヤギを。で、一番その自分のその力を見せるのは、まず、ヤギを何頭飼ってるか。で、で、そのヤギの糞あるでしょ？糞で家を作るんですよ。もうびっくりですよ。もう糞害しました。失礼しました。糞でね、家を建てて。で、そこに、ヤギと一緒に暮らしてる。ね、アフリカのちょうど、マサイマラに行った時かな。で、そのヤギをね、ヤギのお乳が出るじゃないですか。それをその部屋の中に入って、虫がいっぱいいるわけですよ。もう彼らも全然平気で。で、そのヤギのお乳っていうのは非常に貴重らしくてね。で、そのヤギのお乳をこう器に入れて、飲みないよって、それを通す。うわーっと肺がもうね、真っ黒になって。それをね、それを出すのが、肺用じゃなくてね、そのヤギのお乳を出すっていうのが、いや、なかなかちょっと僕は、つい遠慮しちゃったんですけどね。その時に、ヤギをね、やっぱ一番そのご馳走、彼らにとってご馳走って、ヤギを落として、もうヤギのその、焼肉ですよね。で、本当にもうさばいて、落として、やっぱり彼の財産ですから、そのヤギをね、その落として、ご馳走するっていうのはもう一番のご接待なんです。で、それをね、落として、本当にね、僕、ヤギあんまりチーズもね、ヤギのチーズ苦手なんですけど、ヤギ、沖縄なんかね、よくヤギ食べるんですけど、あんまり、結構苦手で。で、その時に食べたら、本当ね、火を起こして、薪を焚いて、網を引いて、その上でさっさと焼くの。焼いて、塩だけ。で、あれはね、あれは結構今でもね、塩とね、玉ねぎ。玉ねぎをもうそのままスライスして一緒に食べる。それだけ。だから、よくね、自宅でね、たまに、肉焼いてね、生の玉ねぎでね、食べる習慣、今でも、食べますよ、一人で。ね。それは、なんか、美味しかったなっていうのと、フランスに行った時にですね、ちょうど、あそこです、ブルゴーニュのね、に行った時にね、フランスは全部赤肉なので、赤肉が一番健康な肉っていうことで、赤肉が、シャロレ牛っていうんですけどね、シャロレ牛は、とにかくもう全部健康ですから、放牧してね、赤肉なんです。もう、そのシャロレ牛を、焼いてね、で、地元のブルゴーニュのワインと一緒にね、あの赤肉のステーキも、やっぱり未だに忘れられない。なんか、日本だとね、霜降りでさ、よくね、こう食べたりだとか、すき焼きにしたりだとか、すき焼きも好きなんですけどね。それよりも、やっぱりその赤身、ヤギもそうですけど、やっぱ赤身、ね、ヤギの赤身。そしてそのシャロレ牛の赤身、それをシンプルに塩コショウとワインっていうのがやっぱり
まあ一番、まあ、ちょっとあんまりね、あのそういうフォアグラとかね、トリュフとかキャビアのお話じゃないんですけど、やっぱそういう、ナチュラルなシンプルな、食べ物が僕は一番好きかな。皆様も、ね、世界で一番好きな自分の、大好物があると思いますけど、またね、その思い出してそういうその自慢を皆さんにしてください。では今日はこの辺でグーです。バイバイ。